旗風は、海上自衛隊の練習艦。旗、風型護衛艦の一番艦。艦名は、旗に当たって旗めかせる風に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の上風型駆逐艦、旗風、朝風型護衛艦、旗風に続き、日本の艦艇としては三代目。旗風は、 中期業務見積もりに基づく昭和56年度計画4500トン型護衛艦2311号艦として、三菱重工業長崎造船所で1983年5月20日に寄港され、1984年11月9日に浸水、1985年8月2日に開始開始1986年3月27日に収益し、 1> 第1護衛隊軍第61護衛隊に編入され、横須賀に配備された。1986年8月11日から12月8日の、相場ターター装置装備認定試験のため、米国に派遣。1987年6月6日から8月21日の、相場護衛艦、白根、初雪と共に、米国派遣訓練に参加。 1988年7月22日からの3日間、伊豆大島沖展示訓練に護衛艦、倉間、高月、菊月は、真雪、松雪、村雲、千歳、潜水艦、名田塩、瀬戸塩と共に参加した。訓練終了後、名田塩が、横須賀基地駅途中に漁船との衝突事故を起こす。 1991年2月27日から3月4日、東京に寄港したフランス海軍、カサール級駆逐艦、ジャンバール、通報艦、コマンダンビロに対し、ホストシップとして交換した。1994年5月31日、護衛艦、クラマ、コンゴー、アサギリ、ユーギリ、アマギリ、ワ、マギリ、サワギリ、補給艦、トキワ、潜水艦、タケシオとともに、 横須賀基地を出港し、6月23日から7月6日まで、ハワイ周辺海域で実施された艦隊平洋合同、演習に参加した。2008年3月26日、護衛隊改編により、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入。2012年6月9日、日印国交60周年の記念も兼ねて、訪日中のインド海軍艦隊と相模湾にて、護衛艦。 大波と共に共同訓練、ジメクス12を実施した。2014年8月11日から9月30日の間、オーストラリアのダーウィン周辺海域で実施される、オーストラリア海軍主催の多国間会場、共同訓練、カカド14位に参加。2014年10月24日、編成外により、第1護衛隊軍第1護衛隊に編入された。 2018年5月19日5月20日、東京湾において実施される、海上保安制度創設70周年、記念開越式及び総合訓練に参加する。2019年5月13日未明から、翌日午前にかけて、東、シナ海の公海上で、北朝鮮戦績のタンカー、アンサン1号と、戦績不明の小型船舶2隻が、 合計6回にわたり、国連安保理決議で禁止されている、背取りと見られる作業を行っていたことを確認した。なお、安ン,ン1号は、2018年3月に、国連安保理北朝鮮制裁委員会から、資産凍結、入港禁止の対象に指定された船舶であり、2018年6月29日に、背取り行為を行っているのを海上自衛隊。 第14護衛隊所属の護衛艦、仙台が、同じく2019年1月18日午後にせ、ドリー行為を行っているのを海上自衛隊、第1海上補給隊所属の補給艦、大海が現任している。2020年3月19日、後継艦であるマヤ型護衛艦一番艦、マヤの収益により、練習艦に種別変更された。看板号が、 3522変更となったほか、通信アンテナを一部撤去、司令部区画や、女性用居住区、実習院行動、実習院用海図区画の設置などの改装を行った。さらに、看板号や艦名を薄い灰色に、煙突やマストの黒色塗装を灰色に塗装する、ロービジ塗装が施された。練習艦隊第一練習隊に編入され、5月29日に、 クレに転籍した。2021年2月9日から3月16日にかけて、護衛艦、夕霧及び、練習艦、瀬戸行きともに、第54期一般艦部校補正家庭学生の概要練習公開に参加する。その参加途中の2月28日には、グアム州辺海空域において、米海軍空母、セオドアル・ーズベルト、巡洋艦、 バンカーヒルと共同訓練を実施した。現在、練習艦隊第1練習隊に所属し、定型校は5である。護衛艦時代の、畑風秋田校にて高校中の、畑風73式54口径5インチ、単装速射砲による射撃。ありがとうございます。